はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、機材が古代だよ。古代なんか間違ってんだよ。なんか今日ね、怖いの。なんか戦闘の方がちょっとね、顔つきがね、怖い、今日。で、まあ、古代がね、いろんなスポーツテストか、スポーツテストはやってみたいって言うんで、なんか大したことなさそうなんやけどね、まあ、やる気満々なんで、ちょっと付き合ってみたいと思います。それでは、早速いきますか。よし、懸垂やるぞ。猿のようにぶら下がってやるぞ。目標何回ですか。目標20回。お、本当に。いや、わかんないです。20回できたらすごい。目標が20回です、うん、目標。じゃあ早速、どうぞ。シェイ1、2、3、4、5、6、すごっ。7、8、9、10、11、12、13。もういい。14。遊び。14.5。休憩したらいけるもんだ。いやでも14回ってすごくないですか。うん、すごい。え、すごいんやけど、格闘家としては大したことない。え、小敵さん何歳ですか。小敵だよ。小敵じゃないよ。小敵じゃないです。小敵じゃないです。小敵じゃないです。これ他はできるのかね、懸垂が。これなんかできるのかな。なんかちょっと自分で考えてやって。そうですね、懸垂が。なんかこう、そ、うん、そこを持ってしたらこんなやつ。それ何回いけそうですか。大きいやな。大きいんですよ。見てか、これで足上げるやつ何回いけそうです。これ何回いけますかね。90度になって1回ちょっとか。そうだね。はい、はい、じゃあ300チャレンジどうぞ。300チャレンジいきます。はい、丸がいく。1、2、3、毎回表情変えてください。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21。長いよな。22、23、24、25、26、27、28、29、30。まあ、強ぽその倍いきますから。あ、さすが。さすが強ぽ。じゃあ、見とけよ。ここ。5、10、15、2、やりました。なんかこれこことここも痛い。意外といろんなところが、ここだけが痛いかと思ったら、こことここがすごい痛い。老化です。老化か。多分ちょっとあれしよう、伸ばしてからやろうかな。ぶら下がり健康器。じゃあせーの。いや、これあれ、これ絶対上がらない。ちょっと置いたい。あ、これちょっと、あ、これ無理っすね。
できんの？できる？できんことはないですけど、懸垂でも大丈夫だよ。あとつまらんの。お、ポキって言う。お、一。やっぱできんかった。そんな難しいですね。それが意外ときついな。きついですね。これきついです。すごい。地味にきついね、今。地味にきついですね。しんちゃん意外とやるよね。きつい、きついですよね。あ、すごい。きつい、きつい、になりそうやな。あ、すごい。きつい。あ、すごいですね。きついですね、でも。きつい。本当にきつい。うん、もうちょっと腕下げたら上がらなくなるからね。僕、懸垂6回しか見えたんですよ。この辺、この辺くらい回し上げたら。頑張れ、あと1回。あと1回。ああ、気持ちいい。はい、どうぞ。今から懸垂をします。で、懸垂でつく筋肉はここの辺から背中にかけてなんですけど、ぶら下がって足を曲げてぶら下がると背中全体に効くようになります。で、肘を完全に伸ばしすぎると痛めやすいんで、ちょっと曲げた状態で止めるようにやってください。このような感じでやります。ここに肘を当ててグリップを持ちます。で、ぶら下がった状態で足を90度に曲げます。足もし曲げちゃったらどこに効くんですか？曲げたら、みぞおちのところからこの辺まで腹筋に効きます。伸ばして頑張るんですか？そうですね、一度下まで伸ばして、で、ここでお横にねじるとこの辺にくしゃきんあたり効くんで、横腹ダイエットしたい方はここを鍛えてると横にねじってこれすごいトレーニングしてみてください。この機械ってあれですか？上半身用？これは上半身用ですね。下半身はないですか？下半身を鍛えるところはなさそうですね。今小材さんが足を打とうところが腕立てのあれ、あ、これですか、うん、そこに手を置いて腕立てみたいな感じで絵が描きました。ここで腕立てするときは地面で腕立てするのと違って体を少し下まで下ろせますんで、肩周りの筋肉とか胸に効くようになります。腰は曲げない方がいいですね。腰は曲げない。まあ、避難してるとこのように後ろが狙われるので気をつけて、周りを見て気をつけてやってください。木材さん、ありがとうございます。ありがとうございます。小材だよ。何回か分かんない。小材だよ。以上、小材のワンポイントレッスンでした。すごい踊りよ。ちょっと EXILE とか。バク転お願いします。
それで車両ボクシングお願いします。めっちゃやりにくそうですよ。目の前に忌まわしきカイさんがいると思って、うらぁ。身が軽いね、体重が軽い。